どうもピアキングです。いきなり市場ぶっ込むんですけど、今日から新しいマイクでの実況なんですよ。でこれまでのやつと違って何が変わったのかというと、このマイク自動音量調節っていう機能が搭載してるんですよ。っていうのを簡単に説明すると、僕が小さい声で喋ってる時は勝手に音量を上げてくれる、で叫んでる時は音量を下げてくれる、そういう機能が搭載されてます。であとは部屋で大きな声を出すから、その音の跳ね返りっていうのかな、そういうのを防ぐマイクになってますね。まあ聞きやすくはなってる反面、絶叫がどう出るかだね。ということで、まず始めるコース、ワリオズトロールドマイン、ワリオの騙しコースということですね。でこのコース、あのスティーボさんが作ってるんですよ。この方が作るコースってマジでめちゃめちゃ面白いからな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.73%。 そんで新しいマイクはいいんだけど、さっきゲーミングカップヌードルっていうめちゃかっこいいパッケージのカップヌードル食べたんだよね。これがめちゃめちゃニンニクくせえの。ごめんね、新しいマイク今日買ったばっかりなのに僕の唾液をビチャ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 もうすでに飛んでるよちょっとだけニンニクくせえよ買った瞬間さ。じゃあここはどうすればいいの。こいつのところに行っても何もない。だから、ここでジャンプすればいいと思ったら挟まれちゃったよ。出せ開幕たらこ唇。いやでも新しいマイクっていうのはいいですね。これからも実況頑張ろうっていう気持ちにさせてくれます。さあこの角のコーナー取っていいのかい。取って、あっぷこの裏に隠せるんだ。え、つらら見えないよな。いや絶対見えないと思うんだけど、この上にちょうど綺麗に隠れてるとかそんなんだけど。でこの角の甲羅取れない。じゃあ下に降りてってみる。うわここ足場があるんだ。じゃあ角の甲羅取っけー。すいません、おそ松さんのトッティが出てきてしまいましたね。トッティのモノマネでもしていこうかな。僕がムツゴの中で一番可愛いさ全然こんなじゃなかったような気がするでこのボムヘを持って上に立っちゃえばいいんじゃないの。なんちゅうことすんだ。今なんでぶっ飛ばされたの。このパンの上に乗るなってことかな。じゃあペラペラでパンが出ないように防いでおこうか。多分これで大丈夫だと思うんだよな。いやもう一回乗ってみたい気持ちもあるけどね。さあぶっ壊して上に進む。またあんな面白いバグを待ってるぜ制作者さんよ。このハテナは何。ワンナップか。このワンナップぐらい取らせろ。ケチケチするようなもんでもないだろ。じゃあ左上のカノの甲羅を持って、この場所でヒップドロップしたら鍵が取れるっていう感じなんかな。いや絶対なんか来るって。こんな見えない場所なんかあるで決まってんだよな。やっちまったか。これ上戻れるか。ただ戻らせ。いや戻れるね。そして今なんか出なかった。アイテムかな。俺を振りますな。まったく、トロール制作者っていうのはいつも見えないところから何かを仕掛けてきやがって。そんなん分かるわけないじゃんか。たまには見える仕掛けっていうのを作ってくださいよ。見せろっつってんだろ。大丈夫か、僕の新しいマイク壊れない。機嫌損ねないでね、新しいマイクよ。ごめんね、口臭くて。僕の元に来たのが不運だったみたいだね。でこの鍵ドアに入っていくんだけど、一旦脱いでいこうか。脱いでいくことが正解だと僕は見たね。まあどっちでもよかった感じか。でこれ投げろみたいな。まあまあそうなっちゃうよな。でこれを一旦落としてもう一回取れば大丈夫じゃないっていうことをみんなに教えてあげたんだ。じゃあこれどうしようか。一旦ブランコから降りる。いや降りたら絶対こうなっちゃうよな。この状態で右まで行けっちゅうこと。そしてこの状態で投げたら爆発しそうな予感がするんだよな。大丈夫。今絶対やられちゃったと思っちゃったよ。すぐに右に行けっちゅうことみたいですね。ただ右の四角の枠がすごく気になる。あそこを叩いてもやられるっていうことは分かってる。でも僕は行くんだ。この場所に何な。いやあれは取れるのか。いや絶対無理だな。上につららがあるから取れない。だからあのままにしておこう。あんなところに行こうと僕はバカじゃないよ。そしてこの四角の枠には絶対行かない。一旦オンを押してみる。そうしたらここにパウが来るっていうことなんじゃない。だからここでパウを持つ。どうしよう。バネよ邪魔するね。一発成功したいんだ僕ら。オーケーオーケー。そしてこの石エンジを倒して、このバネどうしようか。いや持っていこう持っていこう。お前も地獄の旅へと連れてってやるよバネが。あバネいるって書いてない。だからここでジャンプすれば大丈夫みたいな。僕はもうバグなしじゃ生きられない体になってしまった。この先中華ポイントは早くちょうだい。この先のブラパに気をつける途中キャンポイント逆
がこの下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 ごめん、なんか集中して無言になっちゃったはあ、バネを置く。そしてすぐ右に行ったら大丈夫なんじゃない？で、この下さっきは落とされたけど、頼む、中間ポイントくれ。あの洞窟に入ることはそんなに難しくないはず。この先に中間があると僕は信じてるぜ。中間が見えたぞ。はっ、なんか出てきてる。あいつ邪魔してくんのかな。どうなの、中間はグッズと戻こしいな、この時間が。やっほーやっほよっしゃ、中間取れた。なんだね君は。はい、でも中間ポイントから、あんな高速に向かってくる時像なんか避けれるわけねえっつーの。ジャンプして避けていく。どうすりゃいいのよ。ジャンプして思いっきり右に逃げてみようか。そしたらこの時像をかぶれるっちゅうことみたいだね。どこのプラパを倒す。なんだこのブロックは。そんなことで今さら俺がビビるとでも思ってんのか。ちょっとビビったよ。さあ3つブロックを壊してこのプラパをどかせっちゅうことやと思うんやけど、左上にロスがいるね。っていうことはこの場所でいいんじゃない？はいはいはい。そんな簡単な仕掛け僕はわからないとでも思ってんのか。じゃあここは下に降りる。どうしようかこれ。もう当たるしかないよな。当たって右に進んでいく。でこのハテナはコインか。でこの先の土管に入れっちゅうこと？なんかトゲソウを持ってこいって書いてるね。どうやって？ちゅうことはですよ、このトゲソウをかぶっちゃいけない。この辺に隠しブロックあったよな。はいはい、なるほどね。これで先に進めるっちゅうことか。ただ僕一つ思ってることがあるんですよ。このトゲソウをかぶってないことで仕掛けが変わってるんじゃねえかなみたいな。だからここ右に行けばいい。そういうわけじゃない。いや絶対上から何か来るって。かぶってねえからさ、もうマリオの頭好きだらけだよ。来るな来るなよ。そっちか。わかるわけないのよ。かぶってるかかぶってないかだけでギミックが変わるとかさ、みんなわかっちゃったんやったら LINE でメッセージ送れよ。僕の心に届くまでメッセージ送れよ。じゃあここは左に投げればいいのかい。一旦みんなに聞いてみるよ。ここで投げればいいんだね。投げた瞬間右にダッシュ。そういうメッセージが来た。みんなを信用するよ。投げて右。ぐわもうみんなのせい。なんか変なやついたと思うけど、さっさと進みますね。この場所で投げれば問題ない。バカか俺は。まず最初にリュット落とした方がいいと思うよ。うん、そうしよう。そしてこの場所でベッドを投げるんだ。さあすぐに追いかけようって思ったけど、その場所でとどまってくれるんだね。落ち着け落ち着け、トゲゾウよ、すぐ楽にしてやるから。でこの場所で上に投げれば砲台が落ちる。そうだな。どうしたどうしたどうした。こんなんじゃちっとも満足できない体なんですよ僕は。もう少し罠をくれないか制作者。で分かってる分かってる、石橋、お前は右に行った瞬間下に落ちるとかそういうことでもない。ちゅうことはこのキノコ普通取らせてくれる。優しい優しい僕にとうとうみんな落ち着けついてるんだね何言ってんだよお前は。落ち着けついてるんだ。落ち着けついたか家で。落ち着けついたようやね。落ち着けついたみんな僕の弱点を発見してしまった。そんなんどうでもいいから早く進め。多分だけどこの竹像さっきの場所まで持ってこいっていうことなんじゃないかな。だからこの竹像は被らない。で右のキノコだけ取ればいいっていうことなんじゃないかな。いやちょっと待て待て、そのファイヤーはまずいって。これ左向いたらさ、ファイヤーで竹像をぶっ壊すんじゃないの。いや早く行こうか。いけ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 、トゲピー。いや本当不思議だよね。このトゲソウを被ってるか被ってないかだけでこんなにも罠を変えることができるなんて、どうやって作ってるんだろうなって思いますよ。僕からしたらこんなのバグだね。バグと一緒ですよまあチビになってしまったけど、多分チビで大丈夫だと思う。どうせここチビにならなくちゃいけないもんな。さあこっからちょっとスモーシーキングだよ。いや分かってる分かってる。どうせこのトゲソウまたリサイクルして先に進んでいくんでしょ。いや、あのブロック壊れるかな。いや、一旦ギリギリまで行こうか。そして上に行く。トゲソー、しかも入れないしえ、これどうするか。もう分かったもんね。この氷ブロックを壊してくれるってことは絶対にトゲソーが必要になってくると思うよ。で、シーソーを少しだけ動かして土管に入っていく。さあ、そろそろ我らのジュリエット、中間ポイントがあってもおかしくねえんでねえの。なんだこのハネタブロックは、イキアップか。またさっきと同じじゃん。今度は上なんじゃない。いや、そういう心理戦かもしんない。下からブロックを飛ばしてみる。どこ行ってんだ。
面白いバネの使い方をしてくるね。じゃあバネが当たらないギリギリこの場所ぐらいで上に投げてみる。多分当たるでしょこれで。で、ボーダーが下がります。で、分かってる分かってる、ここも左向いたまま行こうか。そしたらブロック壊れる。よし、さあ、中間中間中間が見えたぞ。で、オンオフをしてすぐにジャンプして、すぐジャン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 、邪魔なんだよ、かくろー。次は絶対に中間取れると思うよ、見てて。ここでトゲソウを投げます。で、トゲソウをかぶってあのブロックさえ壊せば中間が取れるはずなんだ。頼む、マリギャ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 、なんでよなんでそういうバネの使いが直してくるんだ。ちょっとここ撮影しておこう。僕はこの悔しさを一生忘れないように撮影しときたいと思います。じゃあここは抜けてって、あの土管の中入れんかったのかな。まあいいや、一旦無視していこうか。で、ちくわブロック降ります。で、右に行ったら何があるのかな。ベッド、次はさすがにもう取れるっしょ。これで取れなかったら僕はマリオメーカーやめたいと思いますよ。だからここに乗った瞬間左おしっぱで多分大丈夫だと思う。いや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 、いや、ちょっ、いや、いいのか。ここで、ここに乗ってジャンプ。よっさあ、さっきの場所までちゃちゃっと戻ろうけ。さっきさ、パウの中からメットが出てきたよね。多分これも、いや、メットが出てきたと見せかけてパウの下にメットがいるのか。リットでうまいこと隠してんな。で、これさ、絶対バグが来ると思うよ。ピューってまたどっか飛ばされるんじゃないの。右押しっぱでいい。土管に入れねえよ。あ、で、僕ね、ちょっと気になってることがあるんですよ。この土管入れるか試したっけ。あ、入れないっぽいよ。じゃあさっきのパワーブロックをどうやって。もういいってそういうの。え、じゃあどうしよう、これ地下ブロックが下がれちゃうような放題で一旦避けてみようか。避けて、なるほど、鉄球が来てくれるっていうわけね。で、さっきはさ、このパワーブロック必要になると思ってた、この土管のために。でも、まさかの上が開くパターンよ。じゃあブラパを倒して、この上の土管は入れません。Z する。絶対しない方がいいと思う。だから、しないで土管に入る。それが正解じゃないで、土管に入れないよ。じゃあ下に行こうか。誰か助けて。もう終わりにしようや、制作者さんよ。ここまで来るのにグリーンだからを約1本飲んだろね。もうお腹タプタプですよ。ここは上からでいい。そうだろ。ああ、いや、大丈夫、まだ大丈夫はないね。タプタプキング参上。何言ってんの、さっきから、さっきから実況でもなんでもねえよ。タプタプキングなんてな。タプタプキング再参上。これが僕のチャンネルですよ。こんな意味わからなくても見てくれる優しい方っていうのがたくさんいるんですよ。さあ、どんどん進んでいこうか。どっかでオンオフブロックを変えてこいていか。このパン様ね、この砲台を上に上げろっていうことですね。わかりました。あー、やった。先に隠しブロックを出しておこう。で、この隠しブロックの上からパンを投げれば砲台は上に行ってくれる。そうだな。いや、まだワンチャンあるよ。このオンオフをすれば。てやてい。ということは、このパンを投げた瞬間左に行けっちゅうことだと思うんだけど、間に合うかな。いや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 、よし、間に合います。じゃあ、ワルダのプロ拠点。そして、このパンを持ってきたけど投げていいのかな。投げたらさ、あ、投げたらダメだよ。投げたら上の砲台があるじゃん、あれがここに来て先に進めなくなる。だから、これで大丈夫。この上の土管は入れないで。で、この右上なんだろうな。なんか仕掛けがあるから閉じ込めようとしてる。だから、あの、羽という翼が欲しい。隠しブロックってやっぱ一番ずるいと思わない？こんなん絶対に引っかかるじゃん。じゃあ、ここで羽を手に入れます。急になんか変わるんでねえの。大丈夫、一旦飛んでいこうか。アップで右の方に連れて行こう。だってそうはいかねえさ。で、ここで壊します。で、ここでボム兵を壊してすぐに右に行っちゃおうか。いや、これチビにならなくちゃいけないかな。いや、いける。お前爆発せえよ。なんで爆発しねえの、あのボム兵。このボム兵おかしくない？なんか爆発しなかったんだけど。一旦叩く。で、左の方に逃げておこうか。そしたら、なんかちょっと時間が遅いような気がするけど、ゴールが見えたぞ。これは踏んでいいのかい。踏んでもブロックには変わらないよな。だから、こっからどうするかなんだけど、上になんか出てきた。スターが出てきてくる。危ねえな、あのダブルシャッカーな。いやー、危ねえ。
やっぱり君は天才だよ。最後魚を踏んで落とされたと思うんだけど、あの魚をさ、ジャンプ入力押しっぱなしだったらワンチャンいけるっていう可能性があるもんな。それでいけ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 、ガチブロックやっとね。もう引っかかんねえぞ。ちょっとガチで集中させて、マジでゴールしたい。この P スイッチは多分いらないと思うんだよな。だからそのまま上に行こうか。絶対ゴールできると思うよ、あれは。頼む、ゴールをさせて、やめてください。左だったらゴールができる。そうだろ。バレ、この辺で行くのか。真ん中から左に行こうか。それで、よっしゃよっしゃめちゃめちゃ長かったこのコース。でも楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー218ということで、サムネを見る感じ長さの違うシーソーが階段状に作られてて、でその先にブラパとトゲゾウがいるんだけど、これどういうコースなんかな。説明文に難易度は星5マックス状態だからなかなか難しいんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.84% でね、僕結構一発マリオスーサソさんのコースやらせてもらってるんだけど、なナンバー218って218個作ったってことでしょ。それすごくないかな。さあ一回地面から離れたら着地しないゴールえ、なにこの形とりあえず右に思いっきりジャンプしていこうか。あ、わかったわかった。そのちょっと下に隙間があるね、あそこに入れっちゅうことなんじゃない。ということはよ、ちょっと目印つけるけど、あそこのシーソーに乗るか乗らないかのところにジャンプしなきゃいけないっていう感じなんじゃないかな。ここ、ジャンプぐらいせ。ただ私を舐めてもらっちゃ困るね。ジャンプさえできればこっちのもんなんだ。もうこれはね、作業ゲーですよ、作業ゲーもうずっと同じことばっか見せちゃって申し訳ないと思う。でもね、選ぶまではこんなコースだとは思わなかったんだって。今言ってもよかったやんか。ちょっと本気出したいから無言プレートさせていただく。え？マジで絵なんだけど。いや本当にね、クリアできたって思ってなくてマジで素の絵が出てしまいましたね。まあまあこういう失敗もね、面白いんじゃないんでしょうか。どうもありがとうございました。